アイテム番号 SCP-133JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-133JP は現在11体確保されており、それらはすべてサイト8182に収容されています。 SCP-133JP は厚さ3センチメートルの鉄板で内壁を補強した 1.7.5 メートルの立方体型の部屋に収容されます。部屋には対爆対衝撃性のドアが設けられており、窓や照明は一切設置されません。1日1回餌として牛や豚の脳が生存に最低限必要と確認されている量、手順 133F3 章だけ与えられます。光合成による必要以上の栄養の蓄積や危険な化学物質の合成を防ぐため、日光への暴露は実験時以外は固く禁止されています。また火器への暴露も同様に禁止されます。万が一 SCP-133JP が卵塊を生産した場合、手順 133H に基づいて人工孵化が行われます。この際、収容状況に応じて、関係職員とサイト8182管理者との話し合いによって SCP-133JP の個体数の調整計画が立てられます。野生の SCP-133JP 及びその卵塊は発見次第、報告された後、殺処分されます。説明。SCP-133JP は紫ウニによく似た形をした陸生の棘皮動物です。外見は緑色で統一されており、棘に覆われた球形をしています。棘や殻は独特な、カルシウムと炭素と鉛を主成分とした頑丈な化合物でできています。この独特な物質は平均的な人間の甲骨をはるかに上回る人生を持つことが確認されています。トゲの緑色の色素は葉緑体を含んでおり、植物同様に光合成が行えるものと思われます。SCP-133JP の異常な特性の一つは、通常見られるウニに比べてはるかに強い観測と興奮を持つ点です。これらの力を持ってアスファルト製の地面を 0.9 メートル毎秒で移動する、樹木を登るなどといった性質を持っています。もう一つの特性は、二液混合式の燃料を用いてロケット推進する能力を持つことです。SCP-133 は体内で2種類の燃料を化学合成して別々に蓄えます。使用するときは2種類の燃料を混合させて反応させ、燃焼ガスを拡張部の肛門から噴出して爆発的な推進力を得ます。燃料の一方はアニリンであることが判明していますが、もう一方の燃料は他では見られない未知の有機化合物でした。これらの物質をどのようにして合成しているのかは不明です。現在、燃料の合成には少なくとも日光を触媒とする必要があることが確認されています。SCP-133JP は肉食性を持ち、特に哺乳類を標的として狩猟を行います。非常に群れをなし、下側を通る標的に向けてロケット推進を利用した突撃を仕掛けます。頭部に狙いを定める傾向が強いことが確認されています。突撃により標的を混沌させた後、SCP-133JP は強力な興奮で頭蓋骨を先行、切開し、脳を取り出します。SCP-133JP はこの脳を養分として消費し、他の部位はほとんど消費しません。SCP-133JP は青ガエルに少し似た方法で産卵します。メスの SCP-133JP が白い卵塊を作り出し、オスの SCP-133JP が精子を吹きかけます。卵塊には養分として SCP-133JP からペースト状に加工された獲物の脳が与えられます。2000年、大分県市のみかん農園にて SCP-133JP は発見されました。みかんの木からグリの実が発生し、さらに番犬を襲っているということで騒ぎになっているところを財団エージェントが発見しました。SCP-133JP が確保された後、関係者には記憶処理が与えられました。野生の SCP-133JP が多数生息していると見られたため、周辺地域にて機動部隊多、12、グリ拾い、
による大規模な捜索と駆除が行われました。実験記録13305目的 SCP-133JP の突撃に対する現在の財団の標準的ボディアーマー及びヘルメットの有効性の検証。手順クラス D 職員に財団が持つ標準的な防弾ボディアーマーとフリッツヘルメットを装着させ、地上7メートルの位置で待ち伏せる4体の SCP-133JP の下へ接近させる。結果、SCP-133JP は頭部へ突撃。クラス D 職員は昏倒する。ヘルメットに修繕不能なレベルのひびとへこみが確認された。顔面の一部が陥没した上、頸椎を激しく損傷しており、すぐに死亡した。考察、不十分。首を守るプロテクターも必要になると思われる。実験記録、13306、目的、SCP-133JP の突撃に対する、現在の財団の装備の有効性の検証、手順、標準的なボムブラストスーツと強化フルフェイスヘルメット、ネックプロテクターとジュラルミン製ライオットシールドを装備したクラス D 職員を地上7メートルの位置で待ち伏せる。4体の SCP-133JP の下へ接近させる。結果、クラス D 職員がライオットシールドを構えながら前進。シールドが SCP-133JP の側を向いているうちは反応しなかったが、下を通過して背を向けた地点で SCP-133JP が頭部へ突撃。クラス D 職員は衝撃を受けてバランスを崩し倒れる。ヘルメットは軽度のひびを生じた。クラス D 職員は生存し、数日間首の筋肉の痛みを訴えた。考察、頭部が確認できないと突撃を行わない模様。財団の現在の装備でも生命だけは最低限守れる可能性があることが確認された。実験記録、133、目的。通常の紫ウニと SCP-133JP が交配可能か確かめる。手順、SCP-133JP の収容室に水槽入りの紫ウニを配置し、観察する。結果、サイト管理者権限によって実験は却下。実験記録、13313、目的、SCP-133JP の甲殻に対する消火器の有効性の検証。手順、7.62。51mm 納豆弾を使用するライフルを用いて、40mの距離から SCP-133JP を狙撃する。結果、弾丸は広角を破壊し、内部に留まった。標的の無力化を確認。考察、ライフルによる狙撃は有効。実験記録、13315、目的、SCP-133JP に対する火炎放射器の有効性の検証。手順、ゲルカ油式火炎放射器を用いて、30メートルの距離から SCP-133JP を攻撃する。結果、標的に着火した3秒後、編集済み、実験に立ち会った職員のうち、人が SCP-133JP の殻の破片を体に受け、死亡した。考察、火炎放射による非常時の一斉駆除は森林火災以外にもリスクを伴うことが判明した。実験記録、133、目的、SCP-133JP の卵塊を食用として転用できないか確かめる。手順、SCP-133JP の卵塊をクラス B 職員に接触させ、味覚にどのような反応が得られたかインタビューを行い、後に人体への影響について精密検査を行う。結果、サイト管理者権限によって実験は却下。